わらわの相手をせ、暇を持て余しておったのじゃ。執務？何だったかな、それは。わらわはそんなもの知らぬ。今はお前と遊びたいのじゃ。わらわと遊んでくれるな。お前までわらわに強制するのか？なぜわらわがやりたくないときにやりたくないことをやらねばならぬ？お前はわらわと遊びたくないのか？そんなことを言う口は二度と開かないように。それが嫌ならわらわと遊ぶこと。仕事を始めたんだ。君はすごいね。すごいよ。怒るな。君の心は気持ちがいいから触れたくなるんだ。君はすごいよ。居場所が作り出せる。それができない者にとってはすごいことなんだよ。おや、わらわに会いに来たのか。よし、仕事はやめにしよう。気にしなくともよい。今から休憩時間じゃ。会いたかったです。あなたを近くに感じているのに、体はこんなにも離れているなんて。同じ世界に入れるだけで幸せですけど、やっぱりあなたに会えることが本当に幸せです。近づくだけじゃ足りない。もっとあなたに触れたいです。僕ってわがままですよね。
やっと僕を認めてくれたんですね。そうなんです。恋ってわがままなものなんです。あなたにずっとここにいてほしいという感情も愛ゆえなんですよ。わかってもらえますよね。あなたに触りたいと思うのも。よく来たな。なんじゃ、まだわらわにかしこまる時があるな。お前に生意気を言われても殺す気にならない。安心するがよい。このわらわが気安くしていいと言っておるのだ。それでもまだ生意気を言う気になれんのか。それがかしこまっていると言っておるのじゃ。まったく、わらわの言うことを聞けんとは生意気なやつじゃ。ん？おお、結局生意気ということだな。問題ない。お前はそのままでおれ。わらわはもっとお前と仲良くなりたいのだよ。くつろいでおるか。わらわの許可のもとで滞在しておるのだから遠慮は無用だ。ちょうどティータイムにするところじゃ。お前も一緒に来るがいい。会いたかったです。あなたも僕に会いたかったですよね。ゲってひどいな。僕がどんなにあなたに会いたかったか、あなたは分かってくれないんですね。よく来たな。お前の相手をしてやりたいが、今わらわは眠い。また今度遊んであげよう。
赤は美しい狂気の色だな。赤のない世界など考えられぬ。赤を見ると落ち着かないか。赤を見ると落ち着く。赤を赤赤を見ると。あなたがここにいるだなんて夢のようです。何です？何が我慢の限界なんです？もっとハードな展開をお望みなんですか？叶えますよ。ええ、知っています。知っていますとも。あなたの部屋でなければこんなところに用はありません。合鍵があるのでドアを壊さずに入れるんです。鍵がなかったらドアを壊して入らなきゃならないところですよ。鍵なんかかけないでください。鍵を持っているのは僕が最小の権限で、あなたのいる部屋の鍵を常に手に入れているためです。入ってくるのはあなたに会いたいからですよ。やっぱり同じ城で暮らすとなれば会いたくなるのが人情というものです。ついつい通ってしまいますね。だってあなたがいけないんですよ。可愛いからいけないんです。
それに、やっぱり同じ場所で暮らしているのに会わないなんて無理ですよ。僕だって我慢の限界が来ちゃいます。他の場所にいるならいざ知らず、同じ世界の同じ場所にあなたがいるなんて幸せすぎて耐えられません。ダメです。ダメ。あなたがお元気そうで何よりです。ずいぶんここにも慣れたみたいですね。安心しました。ついでに僕にも慣れてくれるといいんですけどね。どうです？神様って残酷ですよね。かくも愛する二人を引き離す。これは僕らに与えられた試練と受け取るしか道はないんでしょうか。嫌だな。怖い顔しないでくださいよ。怖、本当怖いですよ。そんな人を殺せそうな目で。さすが僕の愛する人です。あなたになら僕も殺されてみたい。って冗談です。冗談ですから。あなたに殺されるなら本望ですけど、僕にはまだあなたと海より深い愛を営むという使命があるので。あなたがお元気そうで何よりです。ずいぶんここにも慣れたみたいですね。安心しました。ついでに僕にも慣れてくれるといいんですけどね。どうです？人間関係？気づけていますよ。部下には慕われ、同僚とは仲が良く、上司のことは尊敬しています。全くいい職場ですよ。ええ、錯覚でしょ。打ち殺したくなるくらい無能な部下と、脳みそが迷子な同僚と、尊敬するほど傲慢な上司に囲まれています。僕って
かわいそうなウサギさんなんですよ。おや、かわいそうでしょ。あんな奴らと同じ職場で働かなくてはならないと思うと殺したくなります。あなたは僕のことをよく理解してくださっているんですね。僕、自分のことが不幸だと思っていたんですよ。でも、今は幸せです。すごく幸せです。あなたがここにいるから。え？ゾクゾクするんですか？嬉しいです。あなた好みの顔ということでしょうか。嬉しいな。あなただって可愛いですよ。僕好みの顔です。僕はあなたの顔なんてどうだっていいんです。あなたの顔だから好みなんですよ。あなただったらどんな顔をしていたっていいんです。どんな顔だろうと好きになれます。好きですよ。たとえあなたの顔が潰れていようと好きです。物の例えです。どんな顔でも好きですよっていう。